皆さんこんにちは。今日は今開催中の私鉄スタンプラリー、これをねやりに東急電鉄を今日は制覇したいと思います。まずは蒲田駅からのスタートです。今日もよろしくお願いします。そもそも私鉄スタンプラリーっていうのはねどんなものなのかということなんですけど、関東ですねの10社私鉄がたくさんありますよね。小田急とか京成とか東京メトロとかもそうですね。この辺の私鉄10社が結託してねスタンプラリーというのをやっています。各社2つの駅、改札外にあるスタンプを押すこと、そしてそれとは別の駅ですね、でその2つのスタンプをお見せして特製のシールを、鉄道のねシールをいただけるということになっています。ということで3つの駅行かなくてはいけないんですね。今回は東急線で3つの駅制覇したいと思います。まずは、東急線たくさん乗りますということなのでお得な切符購入しました。東急線みなとみらい線1日乗車券でございます。これさえあれば東急線どこで降りても大丈夫です。それどころかねみなとみらい線も乗れます。今回はプラス横浜中華街切符というのにしましたので、横浜中華街での一食、こちらも無料ということになります。現在は神奈川鉄道割というね安いキャンペーンというのがやってますので、ただでさえお得な横浜中華街切符にプラスで 20% 割引がついてまいります。ということで2400円ぐらいだったかな、そのぐらいで切符の一日乗り放題の分と一食分ですね、おそらくはもう一食多分ね2000円分ぐらいはあるものが食べられるんじゃないかなと思います。お願いします。こちらの切符はこのように有人改札でスマホの画面を見せて改札の入出場を行うということなんですね。さて一発目はこちら池上駅でございます。東急池上線ってありますね、そちらの線の名前にもなっている池上駅でございます。結構、ね、都会な感じでございます。駅ビルがこんなに大きいんですね、びっくりしました。この建物自体はねお寺と共同のね建物になるみたいです。非常に新しいというところでしたね。乗り放題切符ですからどんな駅で降りてもいいということです。池上の次はこちら旗の台という駅にやってきました。この旗の台からは乗り換えができます。東急線の駅ってすっごい新しくて綺麗ですね、もうびっくりしました。このホームはねとっても綺麗だったんですよね。さあここからまた別の線に乗り換えて大岡山というところに来ました。尾が3つついてますね。京急にもね上大岡ってありますけど、大岡がね3つついてます。こんな共通点があるかなと思います。こう見ると東急線っていっぱい線がありますよね。距離もすごくね持ってるんですよ。路線数で言えばね本当に東京でも随一なのかなと思います。さてやってきました2つ目のスタンプ駅、新綱島駅でございます。新綱島という駅は非常に新しい駅なんですよね。この紫色の新横浜線、東急新横浜線というのがねあるんですけど、こちらは2023年開業ということなので、もうめちゃくちゃ新しい今年できた路線でございます。日吉駅でね東横線と分かれます。新横浜駅の方に行くんですね。新しくできた相鉄 JR 直通線とね共に非常に話題になりましたよね。今回初めてやってきました。なのでこの新綱島駅の前にはこんなでっかい駅ビルがあるんですけれども、まだ開業してなかったんですよね。あの東急ストアとかの看板もあったんで、この後ね開業するんだと思うんですけれども、エレベーターもこの通り休止ということでご利用できません。まだこの施設自体がオープンしてませんよということですね。東急ストアね、一風堂とかね入るということになってました。そしてこの新綱島駅から綱島駅、これはね昔からあります東横線、東急東横線より、ね、利用者も多い路線ですが、ここに乗り換えることができます。少しね歩きますし、駅も別の建物なんですけど、ここはね、乗り換え十分にできる距離なのかなと思います。そうでなければねちょっと日吉まで戻らなければいけないのかなという感じがしますね。さて綱島駅まで歩いてこれました。
私鉄スタンプラリーの東急編で言いますと、新綱島と池上、これでねもう制覇ということになりますが、この後ねこのスタンプをお見せしてシールをもらわなければいけないということで、まだまだね旅は続いていきます。続いてやってきたのは大倉山という駅ですね。こちらは全然降りなくてもいい駅なんですけど、せっかく1日乗車券ですからね、まあ、降りるだけ降りていきましょうということで、大倉山少しねブラブラ、ちょっとねいろんなスーパーとか見てみたかったっていうのもあるので、まあ、神奈川といえどもやっぱりご当地スーパーみたいなのがあったりするんですよね。まあ、そういうのとかもブラブラ見たりしながらのね探索でございました。途中40年ぐらいやられてるたい焼き屋さんがあったので、そちらでね今季節限定のクリアンのねたい焼きっていうのもいただきましたよ。あんが結構入ってますし、少しね栗の食感っていうのも残ってて、とっても美味しかったですね。さてこちらの切符の醍醐味であります横浜中華街、こちらでのランチやディナーが1食分、ね、楽しめるということなんですが、まあ、それを、ね、利用するということで、みなとみらい線の元町中華街駅にやってきました。みなとみらい線自体は短い路線なんですが、東急東横線からねそのまま続いていく、そんなイメージがあります。横浜まで来てそこから先がですねみなとみらい線ということになります。その終点が元町中華街なんですね。すごいですね、もう駅を降りたらそのまま中華街が目の前にやってきます。大きな門をくぐり抜けて中に入ったんですけど、人が多いですね。この日は日曜日だったということもありますが、100人ぐらい人がいました。さて中華街の切符が使えるのは5店舗ですね。中華街のお店使えます。それ以外にもねなんかクルーズとかにも、あと温泉とかもね使えたりするんですけど、今回はねせっかくなんで中華街でご飯を食べることにしました。まず向かったのは重慶飯店さん、ところが1時間半ほど待ちますということで、別の対象店舗上元堂さんにやってきました。するとね20分ぐらいでということだったので、こちらのお店にすることにしました。上元楼さん初めてやってきました。メニューはこの切符の場合は決まってるんですね。お店によってメニューが決まっています。上元楼さんはまずこちらタケノコですね。美味しいです。で真ん中にあるのはこちら何だと思いますか。白いね紐状のものがあります。こちら豆腐なんですね。結構しっかりとした豆腐でしたね。すぐ切れちゃうからね、そういう感じではなかったです。でさらにはこちらお肉ですね。少しね甘い味のするお肉でしたね。そしてフカヒレラーメンでございます。これはすごいですね。付け合わせの漬物も美味しかったですね。結構スタンダードな味ですね。フカヒレ、ただのフカヒレラーメンではなくてカニあんかけフカヒレラーメンということで、これは豪華ですね。びっくりしました。カニはねちょっと少量なんですが、結構フカヒレは入ってましたね。フカヒレのちょっと固形のところもあったので、おーこれはすごいなと思いました。普通に頼むとね結構の値段するんじゃないかなと思うので、切符とてもお得だなと思いました。早速麺吸っていきましょう。やっぱりあんなんでねちょっと重めでございます。熱々でございますが、カニもねちょっと贅沢にいただきます。これは美味しいですね、間違いないです。上元楼さん比較的これをね待たずに入ることができましたが、これだけ美味しいメニューをね切符だけで食べられるというのはねありがたいなと思います。なんとこれだけでは終わりません。天津もあるんですね。小籠包もありますし、シューマイも出てきますし、餃子もあると、いろんな種類を楽しめるのが嬉しいですね。中のはもうぎゅうぎゅうでお肉がたくさん入ってました。ここまで食べてデザートの杏仁豆腐でございます。いやー上元楼さん大満足でございました。本当にね最後会計も一切なくて、ありがとうございましたで終わりなので、おーっていう感じがしますね。なんだかとてもお得な体験をした気分です。それにしても中華街にぎわっていました。さて元町中華街駅を後に横浜駅の方面へと戻っていきます。今回は私鉄スタンプラリーの
まあ、10社共通の同じね一冊の冊子、こちらはねどの会社の、まあ、駅周辺に行ってもありますので、もらって冊子をもらって、まあ、ポンと押していくという感じですかね。10社ありますから1月までやってます。これね本当に楽しみができたなと思います。ちょっとした休みに半日もあればねできると思いますから、私鉄スタンプラリーおすすめですね。私も東急線以外のね私鉄さんの方にもスタンプラリーやりに行ってみたいと思います。今回この動画はここまで、いかがでしたか。最後に横浜駅のジャパンネッタさんに寄ってスタンプをお見せして、鉄道東急編のシール、こちらでもらってクリアとなります。10社分のシールを集めるとまた応募できるものもあるみたいなので、そちらを目指すのもいいかもしれませんね。他にもおすすめがあればコメントなどお待ちしております。動画を最後まで見ていただきありがとうございました。